総務大臣、そして地域主権改革担当大臣を引き続き拝命をいたしました原口和弘です。まず地方のことは 地方で決める、義務付け枠付け、そして権限以上、この6月に地域主権改革大綱をまとめますけれども、地域主権改革をまっすぐに進めてまいります。また先ほど亀井大臣が会見をされましたけれども、亀井大臣と協力して分社化ありきの民営化を見直し、国民の郵政事業における権利を保障する、この改革を行ってまいります。また総務省は横串の機能を持っています。この年度末の予算の使い切り約1000億、使い切りを総務省だけで変えることができました。補助金、天下り、随意契約、こういった古い政権がやってきた税金の無駄遣いを徹底的に洗い流してまいります。そして成長なくして財政再建なし、私たちは強い経済、情報通信を中心に、さらに成長戦略、ICT 維新ビジョンというものを出させていただいています。緑の文献改革ということも出させていただいています。地域が持つ力、この日本の国民、そして日本の経済が持つ力、これをさらなる改革によって引き出してまいりたいと、このように考えています。これで結びですけれども、私たちは消防庁も管轄をしています。巣は非常時というときに、国民の命を守る、その体制をさらに強化し、そして消防団や多くの皆様、私たちは新しい公共ということを言っています。NPO や NGO、官か民かではなくて、まさに公共を支える、そういう仕組みを作ってまいりたいと思います。鳩山政権時代、菅財務大臣、仙石大臣ともに財政再建の枠組みも作らせていただきました。しっかりと国民の皆さんに安心を届けるべく頑張ってまいりたいと、このように考えています。どうぞよろしくお願いいたします。質問どうぞ。どうぞ。はい。本日は原口大臣に対して菅総理の方からこのような指令があったか。そうですね、かなり長くお話をさせていただいたんですが、一番大きいものは ICT を使った成長戦略、これを、まあ、維新ビジョンという形でやらせていただいてますけれども、今の経済成長のほとんどが情報通信によるものですね。で、今まで情報通信というのはコストだというふうに考えられていましたけれども、日本が最も得意とする成長の原点です。私は今、南米、ほとんど地上デジタル、日本方式になりました。世界に経済を開き、強い経済を作ることで、国民の生活の安心、雇用を確保してくれと、こういうことを言われました。そしてもう一つご指示があったのは財政再建です。一緒に作ってきたフレーム、先ほど亀井大臣がお話になった、増税ありきじゃないんです。まずは徹底的な歳出の見直しをやって、そして強い財政を作っていく。地域でやれることは地域で、地域主権改革の推進ということに強力なリーダーシップを発揮するよう、そういうご指示をいただきました。どうぞ。民主主義のことです。富山前首相が、クリーンな民主党ということで退任されました。で、政治のパネルについて、クリーンであるためには、何が一番大切だとお考えになりますか。そうですね。政治のパネルに絡んでですね、小沢前幹事長に対して、政治民主社会の出席や、省庁幹部の求めているんですけども、じゃあ、これについてはどう対処ですか。はい。政治を浄化するためには不断の努力、そして私はホームページに自分の収支をすべてオープンにしていますけれども、日々国民の目にさらして、そして先ほど官房長官も会見で言いましたけれども、いささかも後ろ指を刺されることがない透明度、これが一番大事だというふうに思います。個別の案件についてはこれ総務大臣は歴代それを言うことはできません。国会で政倫審等はお決めになることでございます。どうぞ。総理大臣は、今回ですね、鳩山内閣のメンバーが多くいると思いますが、菅首相はですね、今回の内閣について騎兵隊内閣という言い方をされていただきました。まあ、新内閣についてはですね、表紙は立つだけだと、一方で、副大臣の任命されていた今回どのようにつけていらっしゃいますか。菅総理はこれまでと違って2世でも3世でもない、一番最初にお会いしたのは23歳でした。その時には小さな3人ぐらいの政党の代議士でした。
その中から政権交代可能な、そしてしがらみを一掃する、こういうことを志してここまで来られたわけです。私は今回、国民の皆さんが大きな期待を寄せていただいているのも、民主党らしい、そしてオープンで、すべての人に開かれた共同の内閣だというふうに考えています。菅総理の強いリーダーシップを支えて、私たちも頑張っていきたいというふうに考えます。どうぞ。総務省の所管の法案がですね、郵政改革もそうですし、地域支店の法案もそうですし、まあ、今国会に重要法案があって、はい、一方で参議院の方からですね、もう早く選挙をやるべきだと、もう延長しないでやるべきだというような声があって、そうなると重要法案が審議できないということになると思うんですが、これらの取り扱いについてどのように考えますか。もう不退転の決意で私たちはこれをぜひ通していただきたい。郵政改革法案、それから放送法、これも通らなければ地方の今大変危機にある放送局、こういった民主主義の基盤も危うくなるんですね。あるいは地域主権三法、これは多くの皆さんが一方の意味を通っているわけです。それぞれぜひご理解をいただいて、国民の皆さんに後押しをしていただくことで、私たちのこの大事な法律を通させていただきたい。あるいはシベリア抑留者法案、これは議員立法ですけれども、私たち総務省も大変な大きな力を入れてきました。こういったものについてもぜひお願いをしたいと考えています。それは国会がお決めになることです。最後でお願いします。どうぞ。大臣はかつて会見で、お名前お願いします。すみません、毎日新聞の望月です。大臣はかつて会見で、成長なくして財政再建なし、例えば消費税を 2% 上げたところで何の解決にもならないと発言されています。では大臣が考える財政再建の望ましいプロセスというのはどういうものでしょうか。そうですね、1998年に当時の古い政権はですね、財政の中期フレームを作りました。あの時に経済成長率を 1.75、3.5 と仮置きしたときにですね、今年の2010年の税収は実に93兆円なんです。ところが現実は37兆円。これ何かっていうと、経済を痛めつけて、その分、財政再建もしなければ、もっと言うと赤字を垂れ流したわけです。郵政を改革すれば、財政もなくなるし、無駄もなくなると言ったんだけども、随意契約がずっとあり続けてるわけです。私たちは電子政府を作りたい、そして徹底的なスリムな政府を作りたい、その上で成長の基盤となる、やはり戦略が必要だと思うんですね。それが私たちが出している ICT 戦略であり、それから緑の文献改革です。今年地方に対して 1.1 兆円交付税を増やさせていただきました。絞って、その後に来るものっていうのは、単なる借金の付け回しだけなんです。まずは国民の皆さんに豊かさを、そして経済に強さを取り戻す、これが一番大事だというふうに考えています。はい、原口大臣、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。